ハピキン。せーの、こんにちは、ハピキン兄弟です。今日は The Last of Us Part 2やりたいと思います。お願いします。お願いします。ごつ顔怖いね。ごつすぎるわ。顔怖いね。やばいね。どうする、始めるときさ、後ろ姿の方がいいかなどうする、正面見たくない？確かにちょっときついかな。この前きついわ。最後ね、はい、この前は最後背後で終わってるからね。あ、じゃあこの背後で行く。正面の方がいいかな、次は。え、正面の方がいい。もう一回見せて。ごつ怖い。やめちゃう、閉じちゃうから。怖いよね、閉じちゃうと思うよ。どうする、任せるよ。正面見たいなら正面でもいいし横にしようか横寄りの正面にしたら、正面寄りの横、正面寄りの、このくらいかな。ああ、いいんじゃない。前回のあらすじをお願いします覚えてるわけないよ、そんなの。だから聞いてみた1ヶ月半ぐらい前なんだ。確かに前回やっとラスアス1と2の話がつながって、エリーが手術台に乗っけられて脳みそを切り開かれそうになってる時にちょっと表現怖いけど頭か。そう、その時にジョエルがエリーを助け出すじゃん、うんうんうん、でジョエルがエリーを助け出す時に医者を射殺したわけで、その射殺されちゃった医者の娘が実はアビーだったんだっていうことが判明した。で、今その復讐しに行こうとしてる時かな。そうだね、多分過去の話だな。そうだね、過去の話だね、要はね。走る、本当いいかね。メル、そうだ、妊婦さんはメルって名前だ。で、この犬がアリス。あ、気悪いぜ。まあ、もうすぐ基地だし。え、気味悪いぜってこの犬が喋ってた。ああ、あいつだ男か。そうめちゃめちゃ勇ましい。え、ファンタジーの世界になっちゃった。ファンタジーだわこの人は、マニーは、マニーとアビーはブリトーが好きなんじゃなかったっけ。 あの映画好き。あ、そうか、そうか、そうか。マニーもそうなんだっけ。並んでる時なんか少女がブリトー好きで、この子もブリトー好きだったよね。うちらの、アビーはブリトーに対して文句して、またブリトーみたいなそうか、こいつは好きじゃなかったんか。てかすごいね、妊娠中にさ、ね、ゾンビと戦いに行くの。よく言ったよね。ね、でも安定期超えたのかもね安定期、なるほどなセラファイト、敵だ。あ、ほら隠れよう。あれいつものね、ベアシードだっけ、あの隠れてこのやつ。ベアシートって何ほら、潜んでさ、隠れて首絞めるやつ。なんだっけ、ラフテル。ラフテル何それ。撃つ、いや、ステルスキルじゃない。ステルスキルか。うん、前さ、セラファイトをセルライトって言ってたしさカタカナ言えばいいってもんじゃねえよなこれさ、見つかった時無様じゃない。走れないんだっけ、この状態で。無理だろ、トカゲかよ。え、すげえいるじゃん。あ、やばいやばい。やっぱ二人か。よし、あ、気をつけてよ。やばい、あ、なんでなんでなんで行くぞ、やめろ頭。マニーとか賛成してくんないのかな。確かに、どこ行ったんだろう。あ、いるわ、これだ。あ、こいつ敵じゃないのびっくりした。しんどついてる、アビがしんどいてる。あ、終わったの。回復しとくか。そうか、本当だよ、アビー怖いよね。怖いよ。ここに出てくる女性みんな強いよね。強い、だって落ちても死なないし。いや、そういう意味じゃなくて、なんか性格面で。性格ね、性格、男性みたいじゃん。確かに。やば、来た、2人いる、2人いる、3人いる。これは手分けして。おー、なうまいね。すげかい。うわ、ここにいる。もうすげえ一発。助けが来た、助けが来た、助けなんか来るんかい。誰誰誰が来た。うわ、助けなんか、仲間か。これでもう安心だね。安心って呼べる環境じゃねえよ安心じゃないの、銃撃銃の音がすげえ。安心だねって、なんかケロッと言いかしていいかと思うね本当だ、左利きだといいねどういうこと。右手だからさ、あ、右腕じゃない方。
左利きの人ってどれぐらいの割合いるんだろうね。割合日本人の場合だとさ、うん、右利きに直されたりしない？ああるよね。ね、なんかさ、いろんな設備がさ、右利き用のものが多いじゃん、うん、ハサミとかお玉とかね。そうそう、この車いいね。どう思う？なんか高速道路走ってたらさ、みんな煽り運転してこなそうじゃない？動画でおいでやる。確かに危険な人が乗ってると思うかもしれない。どうもね。ねえ、でも中に乗ってるのうちらだったら受けない。平和な二人が乗らされてる感あるかもね。確かに助かったぜ。ねえ、アイザックはどこ？さっきまでここにいたけど。そう、どうも。探してみる。アイザックってなんだっけ？リーダーかな。ちょいちょい名前出るよね、その人の。ね、怖い、ま、メディカル。ここにメルがいる。ああ、負傷したからね。うん、先生、かなりひどいんだろ。手だろ。マシな方だって。あなた大げさじゃない？ちょっとね、手なのに。この人利き腕じゃないのに。大丈夫、うん、来てくれたの。具合はどうだ？数針縫えば完全復活。ちょっとした力仕事あるんだけど、二人とも来てくれない？まさか遺体を運ばされるんじゃ。分かった、西の病院に向かう。できる？いやだろ。だよね。ねえ、メルを。じゃあ重いもの持ってほしいっていうのは本当じゃなくて、うん、見せたいもの。でも痛いじゃねえかこれ全部。臭そう。これ全部味方。でもどうやって回収してきてんだろうね。なあ、内部に潜んでて内戦でも起きたのかな。とりあえずメルには内緒。オーウェンが死んじゃったのかな。オーウェンなんだ。嘘だろ。ダニーかよ。ダニー誰だ？分かんない。誰ダニーって？メルの兄弟かな。兄弟なんだ。メルには内緒って言ったよね。うん、そうね。オーウェンの相棒かな。じゃあ、ね、オーウェンがいつも一緒に行動してる人。マリーヌの近くでスカーを見たって。スカーは敵の軍隊だ。ダニーとオーウェンが総統に向かって、今朝フェンスのそばで倒れてるダニーが見つかった。きっとなんか、まあオーウェンとも、うん、メルとも関係が近しい人なんだろうね。そうだね。メルには黙って出てたから言ってないって。ピンチャースカーズよほせてブーだ。アイザックが死ぬ間際に話したらしいけど、今のところあっちに部隊は派遣されていない。じゃあオーウェンは？アイザックはなんて聞こうとしたさ。でもアイザックに睨みつけられて口止めされたんだ。だからあんたたちも黙ってて。アイザックはオーウェンを見殺しにしようとしてるってことだね。アイザックの部屋に向かうか。おい、マニーじゃねえか。やお、元気か。ゲームしてくか。二人でトランプ。ね、面白いかな。二人でトランプっていうのしないよね。何年やってないだろう。なんかその旅館行った時に暇すぎてトランプみたいなパターン。だったらUNOやるかな。まだUNO二人でUNO。反対回りとかなくない？時計回りとか。はい、どうした？イメージと違った。これがアイザックか。だらしない格好してんな。なあ、もうちょっとさ、うん、親戚の人かと思っちゃった。親戚の人？親戚的。親戚の人？オーウェンはいつ戻る予定です？無事なんですか？知る限りはな。なら、なぜ捜索隊を出さないんです？ダニーを撃ったんだぞ。しかもスカーを守るためにな。オーウェンが？オーウェンらしくない。オーウェンがダニーを撃ったんだ。あ、そういうこと？ダニーが死ぬ間際に俺に嘘をついたってのか。探しに行きます。私があいつを連れ帰って。ダメだ。奴が戻ってきたならチャンスをやってもいい。目つぶってるし。そう、はい、考え事してんだよ。そういうことか。分かってます。ダメだアビー、行くな。朝には戻るからうまくごまかしといて。お前大目玉食らうぞ。まあ次回のお楽しみということで。そうだね。今日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。観覧車デートをしたいと思った方、水族館デートをしたいと思った方、どちらもチャンネル登録高評価お願いします。それではまったね。なんか言い方キモかったじゃん今。なんでそんな。お願いします。アニメの主人公かい。確かに。